皆さんはナルトの第四次忍界大戦でナルトが得得した陸道仙人モードを覚えているでしょうか。ナルトはクラマモード、仙人モードといろいろなモードを持っていますが、その中でも陸道仙人モードは最強でしたよね。しかしナルトはその最強のモードを終末の谷でサスケと戦ってから一度も使用していません。ボルトの作中で大筒木桃式たちに里を襲われ連れ去られてしまいますが、そこでも陸道仙人モードを発動していませんでした。あの時陸道仙人モードを使用していればもっと楽に済んだんじゃって思いますよね。もしかしてナルトはもう陸道仙人モードを使えないんでしょうか。考察していきたいと思います。陸道仙人モードとは、まず最初に陸道仙人モードについておさらいしましょう。陸道仙人モードはその名の通り、ナルトが陸道仙人から力を与えられて使えるようになったモードでした。それによりナルトは全ての美獣のチャクラを扱えるようになったほか、ぶどう玉や陸道の棒を使用することができるようになります。ぶどう玉というのは陸道の力を備えた者のみが扱うことができる術です。これは火遁、水遁、土遁、雷遁、風遁、陰遁、陽遁、全てを合わせた性質変化である血系モーラ。どのくらいすごいのかというと、普通の忍者ならまず触れただけで消し飛びます。陸道マダラとの戦いでグドウ玉を蹴飛ばしたナルトを見てマダラはびっくりしていましたね。そしてグドウ玉は形態を変化させ縦にしたりもすることができます。終末の谷ではサスケのスサノオの矢をキャッチしたりもしていました。そして陸道の棒はナルトやペイン、陸道状態のマダラも持っていた黒いあれです。グドウ玉と同様に形状を変化させることで攻撃、防御に応用することができます。相手に突き刺すことでチャクラの流れを乱すことも可能です。ペインがこの葉隠れの里を襲撃した時にはナルトが口出しにされて動けなくなっていましたね。陸道仙人モードの力を得得するためには3つの資質が必要だと言われています。1、いかなる苦難にも立ち向かう鋼の信念。2、諦めを知らないド根性。3、輪廻と運命の導き。1つ目と2つ目はもはやナルトの忍道になっているので納得です。でも3つ目って何のことでしょう。急に哲学的なことを言います。ここ的にはアシュラかインドラの転生者ってことなのかなって解釈しました。 1、2 はともかく3つ目の条件を満たすのは努力では何ともならないので、まさしく運命の導きです。ここまで陸道仙人モードはめちゃくちゃ強いってことが分かってもらえたと思います。こんなに強いんだったら使わない手はないですよね。ここから今回の本題に入っていきたいと思います。ナルトは陸道仙人モードになれないの？第四次忍界大戦後に陸道仙人モード使えばいいのにと思った場面は2つありました。1つ目は映画ザ・ラストで大筒木トネリと月面で戦闘になった時です。トネリの計画が成功したら地球が崩壊しちゃうという大ピンチになってもナルトは陸道仙人モードを使いませんでした。なぜ本気を出さないのか不思議でたまりません。2つ目はボルトの作中の中での大筒木桃式戦です。キュービーを体内から抜かれて死ぬかもしれないという状況でも陸道仙人モードは使用せず、ただのナメプとも思えません。可能性として考えられるのがナルトはもう陸道仙人モードの力を失っているということです。陸道仙人から力を与えられた時、ナルトとサスケの手のひらに大筒木かぐやを封印するための印を与えられています。その後終末の谷で戦い2人とも印がある方の腕がなくなっています。これにより陸道の力を失ったのではという考察です。しかしこの説には矛盾が生じてしまいます。もし陸道仙人に授かった印が力の源で、これをなくしたせいでナルトが陸道仙人モードを失ったと考えると、サスケもリンネガンを失っているはずです。ですがサスケは作中でリンネガンを失ってはいませんよね。陸道仙人の印が力の源ではなく、リンネガンの開眼条件は別にあるからです。リンネガンの開眼条件は別の動画で考察しているので気になる人はチェック。となるとナルトの陸道仙人モードも陸道仙人に授かった印がなくても使えるんじゃないという結論に至ります。ナルトが陸道仙人モードを使えないんじゃなくてあえて使わなかったとすると、それはなぜなんでしょうか。 IQ893 のココもさすがに頭をひねりました。そして私はある結論にたどり着いたんです。それは大人の事情というやつです。大人の事情ってどういうことか具体的にお話ししましょう。まず映画ザ・ラストの大筒木トネリの戦いは第四次忍界大戦の2年後、
つまりナルトが陸道仙人モードを得得した後のストーリーでした。映画が公開されたのは2014年12月6日。一方、アニメでナルトが陸道仙人モードを得得したのはいつでしょうか。それは第644話タツで、放送日は2015年8月13日です。つまりナルトの作中と現実の時系列が一致していないんです。アニメでしかナルトを見ていない人がザ・ラストを見たら陸道仙人モードのネタバレを食らうことになってしまいます。漫画ではなくアニメで作品を追っている人に配慮したという大人の事情ですね。次に大筒木桃式戦です。まず大筒木桃式との戦いを見たココの感想は、あれ、そんなに強くなくない？です。桃式ってぶっちゃけかぐやより全然弱くなかったですか？そこでもしナルトが陸道仙人モードを発動したら余裕で勝利することができるでしょ。なんならリネガーマスターのサスケもいましたし、登場15分くらいで退場してもおかしくありません。しかしこの作品はナルトではなくボルトなんです。主人公はボルトなわけで、ボルトが活躍しなくてはなりません。そのためにナルトや里のみんながピンチに陥る必要がありました。ナルトが陸道仙人モードを使いサスケと共闘したらあまりに安心感がありすぎます。そして敵にとって無理ゲーすぎです。またこれは余談ではありますが、サスケが腕を直さないのも似たような理由だと考えます。作中ではサスケは石を作らない理由を、今の状態で人界がどう見えるのかを知りたいと発言しています。しかし強大な敵が現れると分かった今、腕を直した方が絶対に人界のためになるでしょう。ボルトでは科学が発達しているので、片付けに頼めばいい感じの義手はちょいちょいと作ってくれそうです。終末の谷でサスケはナルトに敗北していますが、それは自分の考えが間違っていたと認めたという意味。戦闘面での決着は引き分けでしたよね。しかもサスケは開眼したばかりのリンレガンを完全に使いこなせていなかった可能性もあります。なのでサスケが腕を取り戻せばワンチャン陸道仙人モードのナルトよりも強いかもしれません。そうなるとますますボルトの出番がなくなってしまいますね。ボルトの活躍の場を作るためにサスケの義手もナルトの陸道仙人モードも封じられているんじゃないでしょうか。まとめ、今回はナルトが陸道仙人モードを使わない理由について考察してみました。特に明確な理由なく、ふんわり陸道仙人モードを封印されているので大人の事情で使われてないだけという結論になりました。制作サイドも苦肉の策なのかもしれませんね。今後作中で陸道仙人モードを使わない理由が明かされたら、ここ的にはすごく嬉しいです。皆さんはナルトが陸道仙人モードを使わない理由は何だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。